今回はこんな姿になるというお話です。好きなことをするだけでなく、なりたい姿をイメージする。好きなことをすることとなりたい自分になれるかどうかは別の話である。例えばダンスが好きだからといって働くことや学ぶこともなく、ただ踊っていて、その結果年を重ねた時にリスペクトもされず、お金も仕事もなく将来の不安だけを抱える姿は、本当に自分のなりたい姿ではないはず。好きなことを続けた結果、こんな姿になるというイメージを常に持っておかなければ、道に迷ってしまう。好きなことだけを握りしめ、世間の声に合わせて自分を見失うのではなく、胸を張って生きるためには、なりたい自分になるためのビジョンが必要である。どういう世界を作りたいかという明確なビジョンを目指すことで、なりたい自分の姿でいることができる。なりたい姿を考えずに好きなことだけにフォーカスするのは反対だが、好きなことをすること自体は賛成である。現代のように考え方や働き方が多様化する中では、やはり好きなことを追求するのは大切である。その人が活躍できるフィールドというのは、好きなことと向いていることが掛け合わさるところに存在している。なりたい自分になる技術、好きなこと×理想の姿を両立できる人の考え方。フィッシュボーイ著。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。チャンネル登録、コメント、いいねをいただきますと、今後の励みになります。